はい、ということで続きを始めていきたいと思うんですが、急遽こんなメッセージが出たので回しております。レベル上げをしておりました。レベル4になりました。でレベル4になった瞬間にこのメッセージが出たということで、多分上のあいつが来るんだと思います。では行きましょう。戦闘力は多分倍ぐらい違うんで、勝てるのかはちょっと不安なんですけど、まあ多分来るんでしょう。まあ、チクタビれたんでしょう。レベル上げをしていたからですね。だからレベル4になったらもうどうしようもないってことなんですかね、このイベントに関しては。しょうがないですね。どうですね、あまりいいカードがなくて、でご飯のカードはあります。あとプーアルばっかりです。これ絶対使えますよね、今回ね。使えるのかな。てか、ここで使わなきゃどこで使うのっていうカードだと思うんで。ファンを使います。なんだろうな。絶対ここ以外で使わないですよね、あのカードね。戦闘力はたったそれっぽっちか。そうですね、半分以下ですから。あとの2人のサイヤ人はこの俺より強いんだぞ。ナッパとベジータね。ナッパとベジータね。ナッパ4000で、ベジータは1万8000ぐらい。まあ、そりゃ強いですよね。うわ。太陽拳。ダメージ、ダメージが入ってない。ご飯が来た。泣けさ、なんだ、捨て身、何それ。ちょっと待って、何そのカード。カードじゃなくて何ですかそれは。捨て身ってなんだ。ちょっと待って、ちょっともうちょい封じてたいんだけどな。あ、出ないよな。あ、いや、ちょっと捨て身って何それ。捨て身と言ったら悟空でしょ。俺があいつを食い止める。ピッコロ頼むぞ。はい、ん、スカウターに反応。戦闘力710だと、あの鍵。突き破った時に1307の戦闘力だ。食らってないよ。いやー、食らってないな。ああ。捕まえた。どうしたらいいんだ。ラディッツは何もしてこないんだろうか。3、悟空が1。減らされるのか、悟空は。あー、ちょっとそのカード迷うな。回復アイテムがあんまりないんですよね。3個しかない。いけるかな。ちょっと打ち込んでみるか。神前にあるし。死んだも、お願いします。
そうなんですよ。あ、ん？イベントか？イベント的な。ストーリー、本編と同じ？ああ。あ、なんだ。なんだ、ストーリーと同じことすればいいだけだった。ついに倒れた孫悟空、しかし神様の手で悟空は新たな修行へ旅立った。そしてピッコロはご飯をさらって、その孫悟空の息子をこの俺が預かるぞ。いや、そうなんだ、さらって、さらって放置プレイするんですよね。でもなんかあまりね、こう頼りないんで、頼りないんでね、本編ではリンゴをあげたりねしてましたね。でも当時この時代のこの辺りのアニメはね、リアルタイムで見てなかったですね。まだ幼すぎたんで分かんなかったですね、ドラゴンボールっていう存在が。分かんなかったんですよ。物心ついた時に悟空が、フリーザに20倍海王拳をぶっ放して、で元気玉をね貯めていた時に初めてドラゴンボールを見たんで、分かんなかったんですね、この時代はね。だからベジータっていう存在を知ったのはなんか悟空とフリーザ以外の、人間を全て地球に送ったところでベジータを知ったっていう、ちょっと中途半端なこの激闘は知らなかったんですよね。いや、とりあえずね、ご飯を強くするっていうことなのかな。ここで半年の間生き抜け、それがお前の修行だ、生きていたら稽古をつけてやろう。僕だけで嫌だよ。そうだよね、誰動かすんだろう。ご飯か、一人で生き残れ、一人っきりで生き残れるのか。誰を動かすんだ？ああ、神様の神殿で修行してるやつか。なんかそれは違うのか。お？お？あ、ご飯か。あ、強いじゃん。戦闘力600。レベル5。1000個一発撃ったら終わる。いいか、ご飯、お前はまだうまく気をコントロールできていない。この俺がチキチキに稽古してやる。俺と戦ううちに気をコントロールできるようにするんだ。何をするの？戦えってことか。うん、手加減してくれんでしょ。あ、手加減してるな。手加減してるな。あ、手加減してないな。大人げないぞ。そんな攻撃したら、あ、間違えた。逃げれた。あ、回復だね、これ。
外出れるのかな。ピッコロいいだろ別に。あーダメか。ということで戦わないとダメっすごめんなさい。あまり、カードはね、いやちょっと頑張るか。あ、HP が減ってる。戦いながら、逃げながら。あ、じゃあ大丈夫か。それやめてほしいな。はい、あ、いや、ちょっと待って。ちょっとピッコロが本気をさ、出されると。まあでも、ゲームオーバーにならないから、いいか。だったら適当にやってもいい。まあ時間かかるけど。相手のダメージは減ってないんで、回復してないん。うわ、まあいいや、とりあえず気にしないで、気にしなければ問題なし、大丈夫。頑張れご飯。どのくらいなんだろうな。どのくらいまで上がるんだろうな。打ち込めご飯。先に攻撃をしないか。ナイス。いいです、いいです。まあ、ナッパ戦だとね、あんまりご飯は活躍しないんで、上がっても1500とか、そのぐらい。どうなのかちょっとわかんないけど。やってみないとね、初めてなんで。初めてですけど、まあ、ね、ストーリーは知ってるだけに、それが生きるのかどうかわかんないんですけどね。あ、でもストーリー知ってるって言っても、ナメック星についてすぐぐらいの、あのいろんな村に行ってボールを探すってあたりは微妙にちょっとそんなに詳しくないんで、ちょっとねわかんないですね、どうなるか。なんかあの辺ややこしくて、あんまり頭に入ってないんですよね。ドドリアに蹴りを入れたぐらいしか、ご飯が起こって、とかは、まあ覚えてますけど。あとベジータがドラゴンボールを隠したとか、水の中に隠したとか、そのくらいかな。でも割と見、まあ、一番見てるアニメではあるんですけどね。今までいろんなアニメを見てきた中で、まあ、一番、多分一番かな。一応最新の
映画も見ましたし、ちょっと前のあのブロリーも見ましたしね。あ、でもうん、そうだな、ドラゴンボールスーパーも見ましたし、 GT がね、あんまりね、あんまりね見てないんですよ。 GT が、 GT はね当時見てたは見てたんですけどね、あのなんか子供の頃から気づけばやっているアニメが終わっていくんだっていう流れがもうビシビシ来てた時だったんで、なんかね寂しいなっていうのもあってそんなに見れてなくて、なのでねちょっとねそんなに GT は見てはいたんですけどあんまり記憶になくて、うん、全部受けるダメか、まあですからね。でもまあそのちょっとピッコロさんがピッコロさんがさ、なんだ、まあいいや、で2番目に見てたのが幽遊白書かな。あの時代だったら幽遊白書は見たな、めっちゃ。ドラゴンボール以上に見てるかもしれないけど、同じぐらい見てるな。そのぐらいかな自分は。当時のジャンプアニメ、ジャンプ漫画。先行、これで倒せるんでしょ。避けんのかよ。もうこれめんどくさいな。当時のジャンプアニメ漫画っていろいろありましたよね。でもねジョジョだけね見れなかったんですよ。好きな人はめっちゃ好きなね漫画ですけど、とりあえずやっと倒しためんどくさかったな。あれ本編より優しいぞこのピッコロ。はい、でもピッコロさんって本当はいい人なんですね。けその頃あの世に行ってしまった悟空は蛇の道からやるのか、蛇の道から。ああ大丈夫だ、蛇の道はカットですか。うん、あっと、とりあえずね今日サイヤ人は蛇の道からでしたけど、こっちは海洋星に着いたっていうところからのようですけどね。戦闘力がすごい上がってる、4095レベル9になってますね。まあ、技はこれから覚えるとということで、また何か始まるんでしょう。ちょっとまあ録画時間が、19分となったので、まあ、20分近いということで今回はここで終了にしたいと思います。ピッコロさんめんどくさかったな。ご視聴ありがとうございました。